平成28年台風第26号は2016年12月に発生しフィリピンなどに被害を出した台風である。12月という遅い時期に発生した台風としては珍しく猛烈な勢力となった。進路図2016年12月20日にグアム島の南で発生した低気圧 92W が西に進みながら急速に発達。 合同台風警報センターは21日21時に熱帯低気圧番号 30W を不安した。30W は22日3時にカロリン諸島近海で台風26号となりアジア名ノックテンと命名された。命名国はラオスで鳥を意味する。台風は精神し23日にフィリピンの監視エリアに侵入したため、 フィリピン大気地球物理天文局により、現地時間の23日5時に、フィリピン名、ニナと命名された。台風は、フィリピンの東方で急速に発達し、23日15時からの24時間で、中心気圧が55ヘクトパスカルも低下して、中心気圧915ヘクトパスカルの非常に強い勢力となった。そして、現地時間25日18時30分に、 フィリピンのカタンデュアネス島に上陸。フィリピンを横断し、28日3時に南シナ海で熱帯低気圧に変わった。前日の非常に強い勢力は当日の速報値であるが、気象庁による事後解析の結果では、ピーク時の中心気圧は速報値と同じく915ヘクトパスカルであるものの、 風速は速報値の秒速50メートルから秒速55メートルに修正され、階級も非常に強いから猛烈なに情報修正された。台風による被害の様子12月下旬の台風が中心気圧915ヘクトパスカルにまで発達するのも、年末の台風が非常に強い勢力になるのも2001年の台風25号以来15年ぶりであった。 この台風は2016年に発生した最後の台風である。2016年は台風1号の発生が7月と記録的に遅かったが台風1号の発生を皮切りにその後はそれまでの状況から一転して次々と台風が発生し7月以降は平年を上回る発生数となっていたため最終的に年間の台風発生数は26個と ほぼ平年並みになった。ちなみに、2016年と同様に最初の台風発生が7月にまで遅れた1998年は、2016年とは逆にその後も台風の発生が少ない状態が続いたため、年間の発生数は16個と平年を大幅に下回る少ない個数に終わった。この台風はクリスマスのフィリピンを直撃して大きな被害をもたらした。 台風がフィリピンに上陸した25日には、カタンデュアネス州のホカルソン島の北、カマリネス州や南、カマリネス州、ケゾン州などにナンバー4の暴風警報が発令されるなど、フィリピン中部の各州が台風によって強風や大雨に見舞われた。特に、ビコール地方での被害が大きかった。 この台風の接近に伴っておよそ49万人が事前避難を行い、合計死者数は13人、家屋の被害は31万棟以上に及んだ。被害額は2017年1月9日までの集計で農林水産業とインフラを合わせておよそ61億ペソに達している。この台風のアジア名ノック10はこの台風限りで使用中止となり、 自順からは、ヒンナムノーというアジア名が使用されることになった。さらに、この台風のフィリピン名、ニナも同様にこの台風限りで使用中止となり、自順からはニカというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。